ご提出に要するに備えてくれると多分助かります。よろしくお願いいたします。はい、では行きましょう。ホーリーオーダー2、サンマセイソル、アインカイチーム、対するは現代のベートーベンチーム、キシタカソル、ユーマジョニー。さあ、ソル対決、空中投げ、チャンエスカの速いタク、立ち合いカウンター、ニエスカのブロックヘッドにバースト、チャンエスヒット、2敗から後ろサイドになってしまいますが、ここは画面中央落とすことに成功。さあ、ここはジャンピー速い、そしてたぶんたくさん殴られるのでどこで降りていくか分からない。バックステップから投げ、巻き込んで端に引き寄せてからの投げですね。グランドバイバイヒット、ノーマルヒット、ジャンハイサイド、 S ハイ昇竜拳。ここはブッキラ飛んでいる、1本の選手は3もせずる。さあ、これまで空弾に対してラスト、こちらは空中ダッシュポップをしっかり決めていく。ガンダッシュブリンガーからセミに転じる、追いかけた、しかしそれをかわすかのようにガンブレイズ、速い展開、マフニールさせてハイスロー D、 SD から嫌な間合い、BPS ハイスラーヒビサイド、これは落とせそうです。昇竜レベル2、これはマイハイが漏れてしまった、ハイスラ D、 ハイスラ D2 ループ失敗、画面足 SD からサイド2敗サイド、体力がどれほど崩れるか、ここでバーストを使う、グランドバイカー追いかけてロボキャン、 NS かガンフレーム先端、レベル2ロッキージャンピーで追い返して触りに行く、ダッシュ投げ早すぎる。サンマ戦争が先鋒戦勝利しまして、アインマンに変わります。じゃあ B 番台呼び出します。こっから2回戦になりますね。中トロチーム、中村ミリア、マガトロジョニーチームと、秋葉原セガヨありがとう、ハーケンポチョムキン、エンスレイヤーチーム、 B 番台ですね。お願いします。ごついチームだね。さあ、アイン会対ユーマジョニー、ユーマさんかなりのやり込みを見せて、ジョニー結構勝ってるところを見るんでね、この組み合わせかなりアインマンも立ち回りが有利とはいえ気が抜けません。一発は本当でかいですからね、ジョニー。チャンハイさん、タッチ系エンスミスファイナー、一気に画面足、ここら辺で捕まると回は結構円滑がしやすいので危ない。ナイス投げからの練習したコンボできるかな、やったぜ。さあ、20番ですよ、これは届かない、追い返す、 SPP から細かく刻んで NS で返していく、おお、うまい、リッパー青キャン、スラッシュバック失敗、ここでバーストを使うことになってしまいますが、ゲージが欲しいアインカイ、このスタンエッジの牽制に飛びを合わせていきましたが、ここはすかさず回避、足払いからここで一気にゲージが回収 50% ですね、美味しいですね。バックス回避、相打ちでダメージ勝ちはジョニー。さて、試合だよ、 B 番台だよ。あ、死ぬかなこれ、まだ残る、あーと亀味、ジャンハイスカシの助け、キル取れた、ミソワイナ一戦。はい、C 番台呼び出します。 C 番台、ショート夏目の不思議な旅チームとハムイ十字団ですね。夏目さん、ショウさんとロズさん、キータさん、お願いします。
ン刺しのジャベリンループ張り付けて前入り前蹴。あ、報告ありがとうございます。あ、結果ですね、ありがとうございます。うまい。チャージの先端を重ねて2ヒット、そう 2S ヒットですね。すかさず投げに行く 2S2 杯。これはダメは取れませんね。燃えている。画面押しゲージはあるジョニーですが、コインに対して NSE バンダイ呼び出します。 ABCDE バンダイ、ハンチャさん、緑野さんのチームと、サワタンチーム、ジロースレイヤー、ローイのチーム、E バンダイです。あ、これはいい位置だ。かすって、ガースをしよう。フードを通す、上海スタン位置を打って、どうするか。沿線が爆生、回もちょっと気が抜けない展開になってまいりましたが、エンエスジャック下段からキラー召喚もあります。沿線側で体力ドットコインがヒットして、ああいうショッケー勝ったのはユーマ商品。さあ、セイゾロ対ジョニー、ジョニーが結構いけるんじゃないって言われるんですけども、なんかそんな気がしない組み合わせ。お疲れ様です。はい、はい、さ、はい、じゃあ100円です。はい、OK です。お疲れ様です。おいっす。まずレベルの状態 IP で捉えてエースを少しずつ回収、タッチ系捉えた前へ入りから3杯前杯ジャックハンド構えなので確定一本選手いい場所に。さあ、立ち切りが非常に面倒くさい、そこをなんとかかわしていきたいところですが、円安一旦止めて上海 2S から足早いダウンを持って、ここは爆生、ハイスラー D、タッチ、ハイが出ない、爆生回避、画面端の投げ、これはちょっと痛そうだ、ハイスラー D、タッチ系拾い、立ち合い側とはね、キラージョーカーが、飛びを入力してしまうと、引っかかってしまう位置ですので、厳しい、どうなる、これ、ハイスラー D、コインで、レベル3、あっと、ここはダッシュを通す。ハイスラー D からレベル2落として置き攻め、足払いブロックヘッド、レベル2になって空中投げ2敗ヒット、バースト。さあ、レベル2は速いぞ、ガンブリーズガンガン溜めて、この距離でもロッキーは速すぎる。刺して前系投げ無敵からのガンダッシュ飛んでいる、立ち系から前スラが読んでいた、投げ返し。はい、ABC、デイバンダイ呼び出します。デイバンダイ、かゆいやはん大統領、ユーターテスター、リューマチームと、チャップチャッペチーム、D バンダイです。ABC、D バンダイです。さあ、端は技い。引きが落ちたか。ここはスラッシュバック。レベル2はまずいぞ、画面押し。レベル2、タチケ拾いは失敗。しかし、ジャンピー、まとわりついていく。前系、ブロックヘッド、タチケ拾いですから。足払いまで空中出し PK、 アイスラつながってここでバーストしよう。ゲージがない状況、なんとかゲージを回収しつつ触っていきたいところ。あーとはこれは釣りレッキか、空中投げしっかり見ていました、勝ったのはサンマセンソル、逆に立て達成。じゃあ A 番台呼び出します。あれまたか、カムイ総流千円チーム、早急のルーブリジット、流煙の田口クリフ、対するは、